ちは、創作折り紙作家のたーちゃんです。久しぶりにこういう登場の仕方をさせてもらいました。今回はちょっと折り紙の紹介をしたいと思います。はい、こちらです。コーワプロダクトさんの抗菌折り紙です。結構ね、1年半ぐらい前かなにちょっとご縁がありまして、よく買わせてもらってます。でね、時々ちょっと地味ながらも宣伝させてもらってました。で、今回ですね、こちらちょっと前に出たこの大人かわいいノルディックパターンっていうのがありまして、こちら実はですね、私がインスタライブを月に1回ぐらいやってたり、ツイッターもまあいろいろやってるんですけど、そこで結構ノルディック柄が欲しいねっていう話を皆さんとしてたんですよ。そしたらその皆さんの意見が通ってこちら商品になりました。でめちゃくちゃ嬉しくて、その時ノルディックって言ったら冬物というイメージがあるんですけど、冬以外にも結構使える柄があるんですよ。それでちょっと結構気に入りました。でこちらは最近出たペイズリー柄折り紙です。実はこの柄は私がちょっとコーアプロダクトさんの方にメッセージを入れまして、こういう柄が欲しいという画像を送ったら、なんと実現してくださいました。ありがとうございます。本当に感謝です。中を見てみるとこんな感じで、ちょっと可愛い柄があったり、結構ねシックなものもあったりします。はい、こういった感じでおしゃれな感じなのもあるので、ツイッターやインスタグラムにも公式アカウントがありますし、コーワオンラインストアっていうものがありますので、そちらを検索して、まあ概要欄にもリンクを載せますので、そちら、まあここにもリンクが出てくると思います。でこちらのリンクを飛んでぜひお買い求めください。まあAmazonでも販売しているので、そちらでもお買い求めください。コーワオンラインストアの方がお安くお買い求めできますので、ぜひそちらの方がおすすめできます。そこで今回このノルディック柄とこのペイズリー柄を使って、人気のポッテリペンギンを使った作品を作ってみました。こちらシンプル3フレーム、こちらはいつものように15センチ2枚貼り合わせました。皆さんのご意見が通ったノルディック調の中にあるハートと、今回こちらペイズリー柄の白をベースにしたこちらちっちゃい柄のを使いました。でこちらね、どちらかでもいいので、こちらテープのりで貼って、こちら背中合わせにしてくっつけて、シンプル3フレームを作ると簡単にできます。でシンプル3フレームの折り方はこちら、また概要欄とこちらに出ますのでチェックしてください。でこちらね、タップクリックして作り方を見てくださいね。はい、人気のポッテリペンギン、ちょっと足省略させてもらったんですけど、こちらの折り方も概要欄かここにまた出ますので、タップクリックお願いします。こちらシールは100円ショップに売ってます。はい、こちら私はキャンドゥで買ったんですけど、セリアとかにもあると思います。こちらは裏を向けましたら、松野工業株式会社っていうところですね。でこちらをちょっとデコってみました。はい、お次は丸シール8ミリをこちら使ってるんですけど、いつもは動画では100均の丸シールを黒く塗りつぶすんですけど、こちらマイタックのカラーラベルの黒、こちらはネットで売ってるんですけど、こういう感じで私は通販で買って使ってます。こちらもおすすめです。でやっと私の近くのセリアに出た8ミリのこちらのセリアの丸シールもあるので、こちらももしセリアで見つけたらこちらもおすすめなので使ってみてください。バンダナの折り方はちょっと簡単なので、ざっと作り方を今回紹介したいと思います。こちらペイズリー柄なんですけど、こちらもうちょっと切っちゃってる分なんですけど、32分の1を使います。でこちらまずちょっと裏返したら分かりますけど、このようにまず半分に折ってから、こちら
上と下の縁を真ん中に合わせて折っておきます。開きまして、こちら向きを変えてまた半分に折ります。で開いて、また同じように上と下をこのように、はい、折ります。はい、このまままた縁と縁を真ん中に合わせて折ります。でこちら開きましたら32分の1になります。そうしましたら、この一枠分をハサミなどでカットします。こういう風に切ってくださいね。それではこちら32分の1に切ったこちらを、白を上にしてこちらの縁を上の縁に合わせて折ります。はい、今度はこちらの縁をこちらに合わせて折ります。はい、この幅の真ん中あたりから、こちら角から5ミリあたり、このライン上でこちらへ折ります。はい、こちらも同じようにこの幅の真ん中あたりで、こちら5ミリほどでまた折って、ここ合わせます。ちょっと細かいです。はい、もうこれで完成、簡単です。でこのままここ裏をのり付けします。でここへペンギン、ここ挟めるので、ここへのり付けしたものをこのように挟みます。そしたらもうかわいいバンダナをつけたペンギンちゃんができます。こういう感じで好きなように貼ってください。はい、よかったらこちらで作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。